今回は松原千恵子さんを紹介します1945年1月6日生まれ日本の女優タレント所属事務所はグランパパプロダクション岐阜県生まれ愛知県名古屋市育ち 名古屋市立桜台高等学校から芸能活動が可能な菊花高等学校、現杉並学院高等学校に転校し卒業。明治大学二門英米文学科出身。身長157センチ。血液型 O 型。特技は日本舞踊、乗馬。実家は名古屋市南区で銭湯を経営、減損。戦時中、名古屋大空襲を避けるため。 母親が疎開していた岐阜県で生まれ、戦後に実家のある名古屋に戻った。4人兄姉の末っ子で三女。近所でも美人で有名だった、年の離れた2人のお姉さんに憧れて育ち、16歳のときには、ミス16歳コンテストに応募すると、見事入賞した、この後、彼女の快進撃が始まります。ミス16歳コンテストで入賞して、日活からスカウトされ、 1961年1月、高校1年の3学期を休学して上京した松原さんは、早速、夜の挑戦者の早く、ワンシーンのみで映画デビューすると、3ヶ月も経たないうちに、ヒロインに抜擢。その年の松原さんの母校、名古屋市立桜台高校の文化祭は、デビューした松原さんを一目見ようと、多くの人が殺到したそうです。 アクション映画のヒロインを演じられていたことから比較的時間に余裕があったそうで長らく休んでいた高校に行くため東京の菊花高等学校現杉並学院高等学校に編入そして東京での生活も1年経って女優としてやっていけるメドがついた頃松原さんを応援してくれていたお父さんが撮影所の近くの東京都調布市に一軒家を建て 住み込みのお手伝いさんも雇ってくれ、松原さんが手軽に通えるようにと、軽自動車まで買ってくれることになり、松原さんは、その夏休みに自動車免許を取って、楽しみにしておられたのですが、その夏、1962年、松原さん17歳、またしても東海地方に大きな台風が襲来。2階ののベランダの雨戸を外からはめようとしていたお父さんが 突風にあおられて吹き飛ばされ庭の石で頭を打って高い軽自動車はお父さんが亡くなった後届いたそうですがこれがお父さんからの最後のプレゼントになってしまったのでしたちなみに松原さんは末っ子ということもありお父さんからとても可愛がられていたことからしばらくはお父さんの死を受け止めることができなかったそうですが後に松原さんはでも そうした父のサポートがあったおかげで私は余計なことも考えずただ女優という仕事に邁進することができたんですねと語っておられましたその後も松原さんはアクション映画や青春映画のヒロイン役を多く演じると吉永小百合さん和泉雅子さんと共に「日活三人娘」と呼ばれて清純派女優として日活映画の黄金時代を支え 1960年代後半になって人々の関心が映画からテレビへ移ると松原さんも1966年山の彼方にでテレビドラマデビューし映画と並行してテレビドラマにも出演すると1967年のブロマイド売り上げは吉永さゆりさん藤純子現藤純子さん泉正子さん内藤陽子さんらを抑えて女優部門で1位に。 また、1971年には、日活が一般の映画の制作を中断し、ロマンポルノに路線を変更したことから、日活を退社し、以降、テレビドラマをメインに活動するようになると、松原さんの人気は、さらにうなぎ登りとなり、この頃には、1日100通ものファンレターが届くようになったのだそうです。自宅には、ファンレターの整理のため、 郵便局内の整理棚のように都道府県別に仕分けできる棚を作られたのだとかこうして松原さんは吉永小百合さんと視聴率競争を繰り広げるなど各テレビ局から引っ張りだことなられたのでした今は年齢も重ねられてテレビではあまりお目見えしませんが昔には多数の映画に出ておられたのでそれを見てみるのもいいのではないでしょうかそれでは 最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。